って取る。方向変わるんですけど、僕の場合は本当に。さあ、なんかまあ、すごくね、やっぱ大体はね、こう考え方が一緒、使ってる技術とかもほとんど変わんなくて、まあ、やっぱりそのなんて言うんだろう、上手い音っていうのがある意味こう確立化されてるとかってあるんだけど、はい、そこに至るそのなんていうの、そのセンスが作られる過程っていうか、はい、やっぱそのどういう三味線弾きに影響を受けたかっていうのが、はい、まあ、あるわけだね、当然、はい、例えばじゃあ僕だったら吾妻さん、木下さんみたいな、はい、もう神様みたいなとかって思ってて、はい、まあ、その同年代でのこう翔くんとかっていうのもすごい天才少年だなと思って憧れて、はい、柴田正人くんとか、うん、そっからだんだんこう遡ってって、はい、藤田純一さん、佐々木隆さんとか、はい、でもっと遡ってってその群馬千郎とか北林翔平とかってなってったりとかしたんだけど、はい、言うとも、はい、かちょっとねスタイルやっぱ似てるところっていうか、はい、その昔のスタイルを現代 の、 技術で再現みたいなところあるけど、はい、やっぱその辺って好きな奏者ってどういう人だったりする？まあ、ほぼほぼ変わりはないんですけど、僕の場合は本当にその年代ごとに、年代ごとっていう自分の年代ごとにどんどん好きな人が変わっていく。あ、でも昔好きだった人ももちろん今でも好きだっていうのが、まあ、昔は やっぱり自分は若かったので、まあ、中学生とかもちろん最先端っていうのは吾妻さん、木下さん大好きで大好きで、うん、僕睡眠学習やってたんですよすごっ。さっきも言ったんですけど、弾くよりは聞く、うん、これは大事で、ウォークマンでしたっけ、ちっちゃいあれ、そうに寝るときイヤホンつけて寝落ちするみたいな。あ、それは一緒、ね、寝落ちしてる。睡眠学習だと思わなかったけど、はい、今思ったらね、睡眠学習で、そうなんだ、あれが結構効いてるなと思って、で若い時はそういう現代のもう最先端走ってる人たちが大好きで、そっからどん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 、まあ、いろんな大会で最高峰部門で優勝いただいた時もまだ自分の中ではあの頃は自分の三味線は青かったなって思ってたんですけど、そっから徐々に徐々に歌付けを学んでいくうちに、うん、昔の奏者がどえらいなと思い始めまして例えばですね、やっぱり藤田純一先生ですけど、今僕の中で一番ホットなのは藤田純一先生で、祖父と藤田先生が友達で、純ちゃんの三味線お前は聞けって言われたんですけど、当時はもう吾妻さん、木下さんってなってたんで、あんまり正直聞かなかったんですよ。まあ、今だから言えますけど、昔の三味線の良さが分からなかった時期っていうのがあったんです。やっぱそう、僕もねそうだった。最初は若い頃は、てか子供の頃はそういう現代的なテクニックで、はい、その正確さを求めてたけど、はい、だんだん、だからその時は昔の人とかピッチ外してるじゃんとか、はい、なんか今リズム正確じゃなかったじゃんとかって思ってたり、はい、だからそもそも音質が悪かったりとかしてたけど、うん、なんか自分がだんだん上手くなってくると、はい、これやってたのみたいな、はい、なんか聞いてみるとやべえことやってんなみたいなのがあったりして、全てがやばいんですよそう、でこれは目的を持って聞かないと、はい、なんか今自分にはこれが足りないから昔の人はそういうことやってたのかなとかって、はい、なんかぼーっと聞いてなんかいい悪いとかだと、はい、あんま魅力的に感じることもないかもしれないけども、うん、なんかちょっとこう疑ってみるというか深い視点で聞いてみるとめちゃくちゃ発見があって、はい、あ、これやっぱ聞かないと今の自分にはなんなかったなと。そうですね、自分がだから今群八郎っぽいか木田林翔平っぽいかって言うと別にそうじゃないと思うけど、はい、だけどそれ聞かないと今こういう三味線多分弾いてない。そうですね、うん、とか、まあ、同じです。やっぱねその中学生の頃翔くんとか吾妻さんと木下さんにすごく憧れて言ってたけど、うん、あの人たちの演奏だけを聞いても近づかなかったと思うんだけど、はい、その人たちが聞いてきて何を学んできたかっていうところをこうやって学んでいくとちょっと近づいたっていうことはあったんですよ。そうですね、はい、なんか別にそこを目指してんじゃなくてその人たちが目指したところをこうやって目指していくと、はい、まあ、近づいたみたいなことがあったりして、はい、あ、こういうことかみたいなのもあったりして。わかります。だから僕の場合は結構なんかなんて言うんですかね、お師匠さんに三味線が似ちゃうとか、それも素晴らしいことで、やっぱ師匠を尊敬してリスペクトしてそうなってるんですけど、僕は割と自由に育てられて、うん、僕の先生って YouTube なんですよね、うんうん、なのでそういう面で言うと、もう何十人と大好きな奏者がいて、その人たちのいいところだけをちょっといただきます、うん、ごちそうさまですってもらって、それをミックスして、そこから自分の音を出していけたらなっていうタイプです。そのさ配合がさ違うだけでもさ、はい、同じ人を真似してんだけど配合が違う人違うだけでさ、あとそれを自分が再現するだけでさ、はい、オリジナルだもんね、その人の。そうですね、全くのゼロからオリジナルってのは難しいけど、はい、
っぱりなんかその人のその好みのバランスが変わるだけでかなり変わってくるから。変わってきます。そう、ゼロからは難しいですけど、うん、やっぱりそのそう考えたら昭和の民謡ブームだったあの頃っていうのはよくあんなフレーズとか出せました ね。いやだから今さいやだ僕ですらちょっと思っちゃうこともあって反省してんだけど、はい、今ジョンガラ節で新しいことやったらいやそれは大会で受けないでしょうとかって思っちゃったりするけど、はい、でもそういうことなんだよね、はい、でもそうですね。なんか今ジョンガラ節って新節で止まってるけど新旧節が最新とかで止まってるけど、はい、じゃあなんかその先にって作り出す人がいてもいいのかもしれない、はい、そのツボの概念を変えたりとか、はい、だからどうしても拒否反応が出ちゃったりするかもしれないけど、うん、まあでも昔の名人がやってきた熱量ってそういうことだから、そういうことですね、うん、なんかあやっぱまだまだだなとかって思ったりすることもたくさん、はい、じゃあ例えばちょっとじゃあ藤田さん以外、はいはい、例えばその吾妻さんとか木下さん以外とかって、はい、なんかちょっとマニアックなあこれいいなみたいな福士豊明先生、はいはい、豊勝先生、まあ、はいはい、お二人も大好きです。まああと楊翔太郎さん、はい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 、松田孝之さん、はいはいはい、ともちろん木田臨翔英さん、はいはいはい、ちょっとすいませんね、言い過ぎて頭が上がってます。大丈夫で、だから結局だから上手い人、いやでも僕もそうだから、はい、あの上手い人が好きってことですよね。こう好きな三味線弾きが言い過ぎて、はい、スタイルが固まんないとか、さっきそのミックスの割合の話したじゃない、はい、だけど今ちょっとやっぱり赤妻さんだなとか、はい、やっぱり木下さんだなとか、はい、やっぱり藤田純一さんだなとかってなって、その時の自分のブームで、そうですね、ちょっとスタイルが変わってったりとかして、僕も一生完成しないじゃんみたいな気分ですね。気分でてか基本的に僕何するにしても三味線をずっと聴いてるので、受けるのが車運転してるじゃないですか、うん、バリバリ昔の超古い民謡とか流してるんですよ。で嫁さんとかにはちょっともうやめてよって言われるんですけど、子供にも違うの流してって言われるんですけど、熱唱しちゃうんですよ僕車の中で、うん、窓は開けてタバコふかしながら、隣若いお姉ちゃんとかいて、あのスーって来た時によされ節とか熱唱してて見た時にすごい恥ずかしい思いしたりとかっていうぐらい常日頃勉強してるんですよね、その民謡を聞いて。だからその時の気分、仕事行く前は絶対聞きます三味線は。あ現場入る前は絶対に今日はあの誰々の気分だなとか、これ聞きたいなっていうのがあって、うんうん、聞いて、そのなんかもうテンション上がっちゃってるんで、三味線聞いてると、うん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 、その感じで、じゃあ今日はこんな三味線弾こう、じゃあ今日はちょっとなんか現代っぽく派手にいっちゃおうかなとかって決めたりします、うんうんうん、だからそのなんか当日のコーディネートみたいでさ、はい、楽しみが増える、引き出しが多いっていうと洋服と同じですね。そう、なんかその、はい、まあ、師匠 100% 全然悪いことじゃないけど、うん、まあ、なんかもしかしたら違うスタイルにすごくこうそこに楽しみがあるかもしれないから、はい、いろいろ勉強してみて、はい、やっぱり師匠がすげえなってなったら、はい、師匠 100% でいいと思うし、なんか引き出しが多い方が、ね、はい、やっぱなんか三味線人生がね、うん、すごい豊かになる気がする。正解はないですね。だからまあ、うん、現代の三味線聞くもよし昔の三味線聞くもよし、まず聞いて研究することが、うん、それが好き嫌いはあのどうでもいいんですけど、うん、嫌いでもまず研究してみると自分の中のあの経験値として増えるので、うん、引き出しはやっぱ何十個も持っといても損はないのでね。僕だから木田臨翔英さんが個人的にずっと分かんなくて、はい、センスが追いつかなかった時があって、はい、だけどあんだけいいって言われてんだから、あと筑山さんもそうね、はい、そっからなんとかして良さを盗もうと思って、はい、何回もこう頻繁にこう聞いてたんだけど、なんかこれで最後って思いながらずっと聞いてて、はい、やっと日本一取った後ぐらいに分かった、はい、あ、そうなってんだみたいな。そうなんですよ。あ、そっかってなった途端なんかいきなりその凄さが、ね、自分の成長とともにやっぱり聞く三味線も変わってきますよね、うんうん、だからあのその時嫌いだからっつって、はい、まあ、なんか聞くことはやめないでよかったなと思うことがすごくある。だから僕はやっぱね嫌いな三味線もその経験で、はい、あの、うん、いいなって最初思わなかった人でも聞くようにしてて、はい、っていうのが今のまだ大会で現役の人たちもすごくやっぱチェックするようにしてて、そうですね。でまあ、ユートの時とか日本一の部では戦わなかったかな、かぶってなかったかな一回も。そうなんですよ、大会では戦ってないかな、はい、うん、でだけど自分とそのライバルとかじゃなかったんだけど、やっぱりそのユートにしかない三味線があって、うん、これはなんか一つ参考にしたいなって思うことがあったりとか、最近だとまあ牧野大輝くんだったりとか、はい、まあ、中村浩輝くんだったりとか、はい、なんかその人のなんかエッセンスってやっぱどうしてもあるから。そうですね、大体あれですよね、曲弾き入ってダダダーンとかダダンダンダンとか聞いたら、あ、誰だって分かりますよね、うん、分かる分かる分かる。だからそういう今までなんか入賞してない人とかでも、
あれここはすごくいいなっていう、はい、なんかいいところをすごくこう見るように最近はなったかな。いい時代になりましたね。いい時代になった。本当にもう YouTube マニアすぎて毎日検索してますよ。津軽三味線とか三味線とか入れてアップロード基準にして、あ今日は誰誰出してるなとかチェックしてます。あのハト社ってあるじゃ ん、 なんか昔の音源ばっかり。あそして最高です。あれすごい、どっから出したんだろうね。本当ですよね。相当なマニアさんですよね。ちょっと今度オタクお邪魔させてください。お願いします。次回いよいよ最終回、六冠王菅野雄斗の望む三味線界の未来とは。そしていよいよお待ちかねの演奏もお楽しみに。